暴利を貪る強欲の滞在人奥村国和殿、お前の利益と世界的な名声は従業員への非道で成り立っている。故に我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。ふん、心の回答団より、厄介なことになる前に片付けておかねば。回答団から予告状が来ている。警察にくれてやっていい。くどいぞ。警察にくれてやれと言っている。私は不心得者から脅迫を受けたんだ。警察は善良な市民の味方だろうが。私は敗者にはならん。緊急の案件だ。今日中に片付けておけ。みんなに知らせないと。つか、結婚日までバレてんの？今までとは違うパターンだな。自分で予告状を警察に届けるとは、ふてぶてしいやつだ。よほど改心されない自信があるか、あるいはそもそも警察と癒着していたか。私が言うのもなんだけど、それありそう。ちょ、コメント激増、これ見ろ。やっちまえ怪盗団。つうか怪盗出てくれんなら何でもいいわ。早くやれ。言いたい放題だな。もはや地位があるやつの土下座をただ見たいだけって空気だ。ゲームや映画じゃないっつうの。手段と目的が完全にすり替わったな。俺たちが娯楽として消費され始めているけど、行くしかねえだろ。今になってやっぱやめたで済むかよ。パレスが存在する以上、奴の欲望は確かに歪んでいる。早いうちに目をつむと思えば。どのみち春の婚約者問題もあるわけだし、やるしか。やらねえと今まで積み上げたもん全部なくなっちまうぞ。私もそれでいいと思う。昨日のお父様の口ぶり、反省は見えなかった。我が輩も龍二と春の意見に賛成だ。確かに大衆が変なこと言ってんのは気にはなるけどな。でも奥村は廃人化の犯人かもしれねえんだ。このままにはしておけねえよ。なんか隠してそう。すごいこと。そうよ、予告状お父様はもう見ちゃったんだし。いつも通りパレスのお宝取ってやろう。Oct-10
間がない。急ごうよ。こっち。待てよ、おい。あれ。さーて、追いつかれちゃったぜ、社長さん。わ、悪かった。私は改心した。この通りだ。お父様。私のイエスマンだったハル、学校も習い事でも、お前は私の言いつけ通り、そんなお前が立派になって。急に何？ああ、覚えているか、ハル。初めての運動会を仕事で見に行けなかった時、お前は泣いた。それからだったか、お前が口答えしなくなったのは。正直を言うと逆に心配だった。でもお前は私に立てついた。自立を果たしたのだ。ああ、父としてこれほど嬉しいことがあるか。そんな昔のことをまだ覚えて。あの頃お父様は美味しいものを作るために必死で、人を喜ばせたいという夢を描いていた。どうして変わってしまったの？許してくれ、ハル。お宝を盗まれたら私はもう終わりなんだ。やめてくれ、ご承だ。頼む。
様、もう終わりにしましょう。おお、ハル、なんとバカな女だ。孫は裏切ってでも取り返せ。我が家君だ。蹴落とす冷徹さこそビジネス。上だの仁義だのは敗者の言葉だ。正義を拝んで勝負に負けてどこに幸せがある。人の心をすりつぶして得た利益で誰が幸せになるんです。破れるよりはいい。負債まみれのあの惨めさよりな。まもなく私は政界へと漕ぎ出す。世界の上流へ、ユートピアへ、歴史に名を馳せるのだ。ハル、決めろ。そいつらを捨てればこの船に乗せてやる。居座っても基地と共に国家未人だぞ。どうする。愚かな。ノワール、そこのお前はどうだ。生きて出たいだろう。乗せてやろうか。本当はそいつらと対立してるんだろう。ふん、覗いてやがったか。一緒にいても得にならない。そう思ったんだろう。お前は正しい。そいつらを売れ。利益のために切り捨てろ。スイッチもくれてやる。離陸の後でな。では取引だ。10秒待ってやる。タイムイズマネーだ。なめられたもんだな。損得が全て。悲しいな、社長さんよ。春と17年も共に暮らしてまだ気づけないのか。この世には金や名誉に変えられないもんが山ほどある。一人だけ助かって何の意味があんだ。こいつらの代わりなんてどこにもいない。お前の提案は花から取引になっちゃいねえのさ。うわ当たった。我が輩すげえ、すげえもの、すっげえ。全部持ってきやがって。お父様、交渉決裂だな。ふん、虫けらごとき。発進までの間に始末してくれ。受けて立つ。当然。おのれ、生かして解散。奥村夫婦の組織力を見ろ。お父様、観念してください。観念だと。そういうことは我が社の精鋭を下してから言え。敵、まだ来るの。行け社員ども、私の勝利の礎となれ。手下たちが壁になってる。全部倒してあいつを直接攻撃するんだ。嘘だ。くらえ。おお、そうか。嘘だ。またカウントダウンが始まった。端までに奴を叩け。嘘だ。そこか。ナイス、そうか。我は何時。公園に下がる。頑張るから。テールドだ。やりの。許さないかんね。まだいるの。全てをマンパワーで解決する。それが我が社の強みなのだ。他人を犠牲にした幸せなんて。ノルマをくれてやる。
自爆する気か。さっさと倒すか。防御しろ。いただいて。あいつ自爆する気か。さっさと倒すか。防御しろ。オッケー。よし、次行くな。次ヘカーテン。来い社員ども。
敵みたいだ。ノール、その調子。ヘルトだ。ミラディ弱点直撃。さすがノワールだな。ベルトだ。ベルトだ。はい、ベルトだ。身を締めてドロー。敵ダウン。モナ、もっとゴール。忠誠心だと思わないか。なんてこと。社員どもでは役者不足か。専務、来い専務。仕事の時間だぞ。さあ専務、私の右腕としての役目を果たせ。奥村フーズ永遠の繁栄のためにな。攻撃力が下がってる。
は何時？くそい！ここでペルソナだ！はっ！これだ！ディフェンスアーク！ペルソナ！そこか！専務何をしている？やり方が手ぬるいぞ！もっと働け！もっと貢献しろ！我が社の命運は貴様の働き次第だぞ！我が社の命運を繁栄のために行くぞ。背負っているのだ。命に代えても連中を倒せ。我が社の命運を繁栄のために敗北を認めろ。
覚悟の時間だ。片付けた。なら決着つけるぞ、ジョーカー。ベルトだ。うわあ！くらえ。レベルアップだ。どうよ、熱い技だろ。この技、早く使いたいものだな。ペルソナが新技を覚えたみたい。所詮敗北者の血筋か。彼との縁談は私から断りを入れる。もう奥村フーズは終わりかもしれない。申し訳ない、ハル。お父様。精神暴走事件と廃人か。お前の仕業なんだろ。確かに私は会社を成長させるために、商売敵を潰すために多額の金を払ってきた。やったのかどうかって聞いてんだ。私はやってない。契約があり排除を依頼しただけだ。依頼？じゃあやはり想像してたような悪党が本当にいるってことか。やっぱり。誰とどんな契約です？泣いてねえで話してくれって。くそ、こんな時に。社長さんよ、あれ止めらんねえのか。仕方ない、こんなところで命は捨てらんねえ。見ろ、あれだ。お宝、確かに頂戴したぜ。あれ？最後に教えてくれ、その悪党の顔を見たのか。もう聞く時間なさげじゃね。現実世界で問いただせばいいわ。アーサー、お父様は連れて行かなくていいの？心配ない、グズグズしてると我が輩たちの方がおたぶつだぜ。自分の責任は自分にしか果たせない。お父様が教えてくれたことです。
私の、ピュモルガナ、お宝取るとき普通だったね。そうだった？廃人艦の真相は分からずじまいだったな。奥村は犯人じゃなかったけど、排除依頼って言ってた。あれ、犯人を知ってるってことだよな。うん、お母さん。これお宝の正体ってプラモ？どうしたの？お父様、あんな風になる前に話してくれたことがあるの。子供の頃どうしても欲しかったプラモデルがあったって。でもおじい様にねだっても結局買ってもらえなかったらしくて。プラモとか1000個くらい買えそうじゃん、ハルンチ。奥村フーズは3代続いてるんだけど、おじい様の代までは本当に小さな会社で、おまけにおじい様かなりの人情経営だったの。知り合いにも無担保でお金を貸したり。お父様が子供の頃はよく家に借金取りが来てたみたい。その反動か、奥村が他人を犠牲にしてでも自分の幸せを追求し続けたのは。うわ、プラモやばい。これはいい値段だな。趣味の品はこうなることもあると聞くが。プラスチックにどんだけ金出すわけ？ところで、改心って具体的にはいつ起きるの？近いうちってとこだな。まあ今は奥村が改心するまでの様子見だな。奥村が改心すればきっと廃人化の犯人もわかるはずだ。いい、先生の描いた通りですよ。怪盗団が奥村を狙うことも、改心を成し遂げることも。都合のいい財布が一つ減りはしたものの、つながりが明るみに出るリスクに比べれば、奥村はもともと正解という器ではなかったのに。おとなしくしていればいいものを。抜かりありません。彼に処理は依頼してあります。しかるべきタイミングで廃人化を起こす手はずとのことです。不出来な身内と怪盗団の大掃除、一石二鳥とはまさにこのことですよ。我が輩さ、今回はちょっと反省してるぜ。自分が何者かとか、他より劣ってるとか、うじうじしちまった。美学や芯がなかったのは若輩自身だったよな。もう遠慮する仲じゃねえだろう。人間ってことに固執してたのはやっぱり目的が欲しかったからだと思う。目的っていうか、もっと大きな生きる意味っていうの。でも怪盗団って居場所がある今、自分が何をしたいのかつかめたぜ。わかるか？
それもゆくゆくはな。自分の居場所って決めたからには我が輩もこの怪盗団を盛り上げる。つまり我が輩たちの目的は一致してるというわけだ。これからは出し惜しみなく協力してやるぜ。お前も気張れよ。我が輩に損させんじゃねえぞ。よし。それにアンドノにも喜んでほしいしな。我が輩の活躍であの子が幸せになるならそれで十分なのさ。それまだ続くのとかそんなこと思ってねえよな。嬉しい誤算だ、囚人。予想に反してあなた、なかなか見込みがあったようですね。力を磨き、契約者との関係も洗練させている。構成はますます順調に進んでいるようだな。一つ忠告しておこう。絶頂であるということは同時に転落への秒読みでもあるのだ。ゲームには不測の事態はつきものだからね。
が君。これだ。はい。先輩が育ててたんだ。もう春でいいよ。季節の変わり目だし模様替えしなきゃと思って。今回のはね、北川雄介プロデュースなの。色のバランスと配置でなんというかわびさびのようなものを加えただけだ。そもそも花を選んだのは春だしな。どうやってもいい花壇になるさ。へえ、期待しちゃうわね。モナも植えてもらえば。お前こそこの間まで引きこもってたんだ。ここで光合成してけよ。じゃあ始めよっか。金魚草はあと2ミリ左だろうか。細か、変わんないから。つうかさ、流れで打ち上げと学園祭一緒になったじゃん。やっぱ打ち上げは打ち上げでちゃんとやった方がよくね。同感だ。打ち上げは歓迎会も兼ねてのものだし、うちうちで気兼ねないやつをやりたい。じゃあやろうよ、打ち上げ&春の歓迎会。いいよそんな、学園祭だけで十分だよ。主役がそんなだとみんなのテンション下げちまうぜ。それならイブニングパーティーなんていかが？デスティニーランドで。デスティニーランドってあの夢の国の？ちょっと時間は遅くなっちゃうけど、夜からの貸し切りプランがあるし。貸し切り？だって夢の国でしょ？でもうちうちの方がいいでしょ？そうは言ったが。ちょっと確認してくるね。動画セレブすぎるでしょ。確認つってたけど何の？よかった、なんとかなりそう。デスティニーランド、マジ？中にあるレストランとかじゃなくてランドごと？公式に金額載ってるけど一晩でこれとかヤバくね？ああ気を使わないで。もともと会社の親睦会のために申し込んであったのよ。でも秋分で自粛になっちゃって、今からじゃキャンセルしても全額出ていっちゃうから行かそうって思ったの。だがさすがに目立ちすぎないか。表向きは会社の名前だもの、心配しないで。そういうことなら。そうだよな、今日はダブルで盛り上がればいいし。ごめんね、せっかく手伝ってくれてるのに中断させちゃって。再開しよう。で、リアルにいくらかかるわけ？マジか？
美味しかったね。料理の盛り付けが絵画のようだった。てかさ、このテーブルとかってわざわざ持ってきてくれたんでしょ？どうせなら景色のいいところでお食事した方がいいかなって。このビップ待遇感動もんだよね。さすが貸し切り。本当に誰もいないよね。私たちは夢の国の支配者だ。あのライティングも私たちに？そうだよ。美しい。お前の方がな。なんてこと言ってんでしょ、世間のカップル。あれでそれ言われたら大概の女子来ちゃうよね。お前の方が綺麗。つーか、さっきからはしゃぎすぎなんだよ。あんただって童心帰りまくりじゃん。双葉がつけろってうるせえから。私言ってない。それっぽいことは言った。だとこら。やばい、微笑ましすぎる。本当だったらパレードも見たかったんだけどね。さすがに急な話だったからスタッフさんの都合つかなかったって。それはまた今度かな。つか、今回の打ち上げダントツで上がる。マジやべえ。よかった、喜んでもらえて。こいつらに余計な贅沢を教えちまったな。次の打ち上げのハードル上がるぜ。もう次の打ち上げの話か。気が早すぎだろ。でもなんだろう、モナちゃんと会ってみんなと知り合えて全部がうまくいってる。なんか怖いくらい。心配しすぎだぜ。今までが今までだったからちょっと臆病になりすぎてるのね、きっと。ごめんね、変なこと言って。てか、そろそろ時間じゃない？緊急記者会見。あ、ドンピシャ。お父様。この度はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は弊社の労働実態につきまして全てをお話しさせていただく所存です。社員に過酷な労働を強要したこと、食材の衛生管理がずさんであったこと、そしてそれらを企業ぐるみで隠蔽したこと、誠に申し訳ございませんでした。社長の指示の上で行われていたと、そう捉えていいんですね。はい、私の不徳のいたすところです。御社の関係者で病気退職された方の数が数十名に上るとか。しかもこれ、御社が海外出店することを断固反対していた役員の方と同じタイミングで出店を狙っていた競合他社の担当者ばかりなんですよね。まずはここまで間違いありませんよね。はい。これって偶然なんですか？どうなんです？それについては重大な事実の発表があります。いよいよだな。奥村が廃人化の犯人の話をするぞ。実は、奥村さん、なんか様子が変だぞ。
なんかいきなり倒れたんだけど。今のどう見ても普通じゃない。まさかモナちゃん、これバカな、ありえない。そうだ、手順は一緒。ちゃんとお宝だけ取ったのに。あ、そうだ、電話、家に。私たちのせいじゃないよね。鴨志田から4回ずっとうまくいってたし。シャドウを生かしておけば廃人にはならないんでしょ。そのはずだが。そうだよな。あ、どうした。あ、同じ思い出した。お母さんの時と同じ。これが廃人化の瞬間ということか。でもだとしたら何のために奥村さんを。くそ、どうなってやがんだ。私あの行ってくるね。後のことは話しておくから、みんなはゆっくりしてて。ハル、マジで俺たちのせいじゃねえよな。そう思うが。歓迎会どころじゃなくなっちゃったね。ハルには後で私から連絡しておく。今日は一旦解散だね。お久しぶりです。何見てるんです。あ、それこれはあくまで仮説だけど、奥村は飼い犬に手を噛まれたんじゃないかしら。怪盗団が奥村を廃人化したと。互いの利害関係が破綻して怪盗団は用なしになった飼い主を見限った。そして証拠隠滅のために奥村を。すみません、実はその件で今日は話があって。証拠でも掴んだ。いえ、もしかしたら犯人は怪盗団ではなく別にいる可能性が。どういうこと。あなたも怪盗団を疑ってたのに。可能性の話です。まだ分かりません。ただ明日奥村邸の家宅捜索を行う予定よ。囚人の校長も改めて洗う手はずが整ってる。何としても証拠を見つける、絶対に。ところであなた。はい。私の PC を盗み見たり勝手にファイルを持ち出したりしてないわよね。いきなり何です。誰かが私のパソコンからデータ転送したような形跡があったの。小さなエラー表示だったんだけど、それに気づいたのが先月あなたと言い合いになった直後なのよ。だからって、僕。勘弁してくださいよ。本当に足で集めた情報がどれだけ重要かは探偵として分かってるつもりです。僕なりにプライドは持ってますから。紗英さんはそういうところ大事にしてくれる人だと思ってました。それは失礼。私のデータを盗んだのは、油断してた。もう誰にも渡さない。奴らを捕らえるのはこの私。
書くか。立ちなさい囚人、主より大切なお話を賜ります。心して聞きなさい。まずは強欲に汚れる者を退けたこと、おめでとうと言いたいところだが、これは妙なことになったようだ。もちろん私は分かっている。だが世間はどうだろうな。不測の事態が起きてしまったようだね。このままでは公正は果たせないまま。しかしそうはなるまい。お前がこの窮地をどう乗り越えるか、実に見ものだ。よし、またお会いしよう。時間だ囚人、とっとと戻れ。あれってマジな？何も出てきませんね。そうですか。我々も予告状以上の物証期待してたんですがね。怪盗団との接点は確定しましたし、これ以上は高望みですね。ご協力感謝します。はい。え、校長室でも出ました予告状。よし、もう一度聞くけど、お父様から怪盗団のことは聞いてないのよね。はい。どんな些細なことでもいいわ。思うところがあったら連絡ちょうだい。思い出せたらでいいから。校長？私そんなの聞いてない。つまり君たちは奥村の命を狙ったりしていない。予告状が見つかった囚人の校長についても別人がやったというのね。はあ、嘘を言っているようにも思えない。騙す気なら異世界なんて話よりもっともらしい嘘がいくらでも言えたはず。その上、
私の調べとの食い違いもほとんどないわ。作り話でそんなこと可能かしら。それに分かるのよ、仕事柄認めたくないけれど、でも私の情報から奥村に目をつけたならランキングに名前が出る前よね。無視して別の有名人を狙うこともできたはず。わざわざ探ってまで悪党を追うことにしたのは一体なぜ。シンプルね。別の悪党が実在する確証はまだ何もないけど、君が人殺しをやるような人種じゃないことは信じても良さそうね。よし。でも校長と奥村の立て続けの死で世間は怪盗団への見方を変え始めた。潔白の証明に焦った君たちは次の作戦で。どうしたの？まさか投薬の副作用？公安の連中何を使ったの？びっくりさせないで。ちゃんと真実を喋っているならなんとか最後まで話し切りなさい。信頼できない供述に仕上がるとお互いまずいことになるわよ。じゃあ話を進めるわ。いよいよ最後の犯行についてよ。わかるわよね。潔白の証明のために君たちが最後に狙うことにした相手、その人物に届いた予告状、手紙の宛名は新島さえ、この私。さあ全てを説明してちょうだい。これで手はずは整ったというわけですな。正義の味方で持ち上げきった。
て地に叩きつける。では次は彼女。はい、人事に話はつけてあります。かなりの重責でしょうが、彼女としては光栄なのでは。ずっと追い続けていた廃人化事件の犯人。そうでしたな。我々が仕立て上げた犯人。おっしゃる通り。前途ある若者が未来を見据えられる、そんな社会を。うっせえな。うん、春は自分で呼び出してんだし、そのうち来んだろ。まあ一段落ついたって言っても、今はお父さんの件で。はあ、な、何事。私ら奥村社長を殺したって書かれてる。もう始まったか。はあ、怪盗団が引き起こした謝罪会見中に社長があんな顔を晒したんだぞ。だからってあれだけ持ち上げといて一気に人殺し扱い。おついてのひろがえし。事情も知らねえくせに。落ち着いて、まだ世の中の全部が言ってるわけじゃ。だが釈明のしようがない。ハル、ごめんなさい。せっかく時間作ってくれたのに。大変だったわね。もう大丈夫。あのね、気になることがあって集まってもらったの。みんなは校長先生って狙ったの。は？校長？うちの？うん。どういうことだ？昨日うちに検察の人が来てね。その新島さんっていう女性の。それ、その検事さんが言ってたの。校長室で予告状が見つかったって。あんなことがあった直後だもの。校長なんて囚人以外に考えられない。そんなの知らねえっての。手際が良すぎない？私の気のせいかもしれないけど、奥村社長の件はなんていうか、事件後の事の進みが早すぎる気がする。どういう意味だ？例えば真犯人にはめられたとか。マジか。もしや。じゃあすぐにでも捕まえないと。待て、俺たちは本当にはめられたのか。真犯人の狙いもわからないんだぞ。じゃあ他にどうしろって。一度落ち着きましょう。春の話を聞く限り、世間だけじゃなくて警察も怪盗団を殺人犯として疑い始めている。安易に動くのは得策じゃないわ。今は普通の高校生を演じるしかない。それに来週から中間試験でしょ。こんな時にテストとか。ったく、双葉が羨ましいわ。双葉？ん？ちょっと気になること。うち帰って調べる。何かしらね。ともかく今はおとなしくして目立たないこと。いい？
かよ。やるか。